火をつけなきゃね。悪魔の憑依、悪魔払いを。我々は町の聖地の地下深くに邪悪な力の根源を見つけた。曲がりくねった地獄のトンネルがあり、一つは蛇のように頭をもたげて悪の正気を吐き出している。悪魔のような行為に決まった形はないが、その痕跡は明白だ。人々から神の祝福が失われ、彼らは邪悪な言動に走る。我々は彼らから悪魔を追い出すため、地獄の口であるこの場所に彼らを連れてくる。常に成功するわけではない。哀れな者たちはしばしば手遅れになっており、悪霊が追い出されると死んでしまう。良い人々を失うのは辛いが、どのような姿であっても悪魔に屈するわけにはいかない。あの門は開けられないわ。突破する方法があるはずなんだけど。この洞窟を地獄の門だと思ってたのね。どれだけの人がここで。今日は意識がはっきりしている。昨日はそうでもなかった。これ以上良くなることはないだろう。私のうちに悪魔がいて取り憑かれていると彼らは言った。私は自分の心の中に獣を見た。それは私自身であり、私の壊れた精神なのだ。だが僧侶たちは聞こうとしない。無理もない。奴らはある時には苦痛と憎悪を具現化した姿で私の元に現れる。私の目はひどく曇っている。私は唾を吐き逃亡をする。狂気のためだ。でも私は知っている。私の心に悪魔などいない。人が治すことのできない単なる病気なのだ。死んだんだろう。まずは水位を下げなきゃ。この洞窟を地獄の門だと思ってたのね。ダメだわ。何かを押さえつけてる。
悪魔の憑依、悪魔払いをしてたのね。どれだけの人がここで死んだんだろう。よし、これで高さは十分。こっち側からじゃダメなのかしら。大体良さそうね。うまくいくかしら。これはギリシャ火薬の調合法。
私は失敗した。自分の罪に言い訳などする気はない。預言者を追い、この手を血に染め、今はもう何も残されていない。包囲攻撃を開始すると、預言者の信者らは思いもよらない行動に出た。氷河に向かって武器を放ち、自分たちの都市を埋めたのだ。モンゴル人も預言者の信者らも同じように落氷に潰されていった。ハーンと彼の部隊も命を落とした。キーテジの人々は傷を負い、チリジリになっている。氷の都市の中心部で私は一人生き残ったが、他に残っているのは預言者の不滅隊だけだ。彼らは目に怪しい光を宿し、今なお遺跡で生存者を狩っている。この文字はモンゴル語ね。何が書いてあるかわからないわ。金属容器に一つ黒い石が入ってるわ。火打ち石ね。一人一人のモンゴル兵がここまで準備しなきゃならなかったのね。始めた。これを使えばあの門を突破できるかも。
れを使えば投石機の向きを変えられる。あの門を壊さなきゃ。これでいいでしょう。やったわ。